はい、どうもハリウッドでございます。本日もキャプテン翼のいないキャプテン翼4やっていきたいと思います。相手がロサンゼルスですかね、アメリカっすよね。とにかくミハイル一人のチームだな。ミハイル読めない動きに惑わ、ローズなんとかっすよね。ミハイルはシューマッハ、ジョーダン、マイケル、ヒンギス、キャー、ミハイルだけ抑えりゃいいって言ってるんで、ミハイル君だけでいいっすってことでいいんですよね。ってことは、まあ、いつもの騎士さん作戦で、OK ってことでいいんですよね。あっち。一応これで、マークしときますか。シューマッハ。冗談も怪しいっすけど、これで行きましょうか。林さんが止めてくれるか次第なんですよね、結局は。結局は林さんが止めてくれるか次第ゲーなんで。ロサンゼルスからね。ミハエル君が来たらローズドリブルみたいなので止めれないんで、林さんがシュート止めれるか次第ですね。ああ、ここはチャンスですね。取れるかも。あ、弾いたか。相手ボールですよね。スコット君。スコット・スタイナー。パス出される前に、カットしたいですけど。これ最悪ネルソン君が、キッサンが行ってるから、取れると思うんだけどな。何してるよ。これ大丈夫でしょ。OK。前の二人意味ない。前の二人は意味ないレベルよ。そんな言うたら。9は新田か。じゃあ一回、そしてリベリーノに渡して、で、いつものようにみんな上がれして、岸さんか新田に渡しますか。上がってもらって、新田でもいいんすけどね。やっぱ岸さん。それかここに上がって新田でもいいっすけどね。いやでもまあ1点目だから。ここに岸さんがいるから岸さんに渡して、でどれぐらい突っ込んでいきますか、やっぱ。で、ここからドリブルで、いつものやつを。キャラハン君。あ、余裕っすね。はい、これを見ろ。なかった。まあ、これを見ろかと思ったんですけど。これで OK でしょ。あー、カバーリングだ。あー。さきし君。どこ？ああ、多分空っぽですよね。普通にシュートでいいかな。山猿バスターが良かったっすかね。あ、いた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 。オッケー。前に敵がいたんすけど、多分あいつはカバーリングに入ったから、こう、入らなかったみたいな感じですね、コマンドで。前に敵がいたんすけど。相手のボールからで、ゴール決めたのはでかいっすね。ヒンギスこれ。ヒンギス、マウリシオに行った。とにかく、ミハエルにさえ、シューマハにさえ渡さなければ、なんとかなるってことっすよね。オッケー。ダルーラ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 ー。ちょっと待ってね、キッサンにもう渡すか。早いよ。これで、85なんでシュート打ちますか。大丈夫でしょ。ほら。あっという間に2点よ。早い。で、余裕があったら、新田くんとか、育てたいで、新田に決めさせたいですね。ちょっと今後のことも考えて。ニッタとマウリシオ、ザキ石。ニッタとマウリシオを育てたいっすね。
岸さんちょっと後ろに下げてもいいかなと思ってるぐらいですね、正直。ドラガン・ストイコビッチ、カジータか。スコット君、スタイナーね。何点差あっても余裕なんてないっすからね。チャン・ジウダメですよね。ザキーシ君は取れるかも。 OK。 あれ能力が低い。これ立体きますか。でも4番くっついてたらちょっときついっすけどね。ちょっと離してほしいっすね。ここら辺、ここら辺だったら4番外れるかな。浮き玉だったらノートラップランニングボレーはやぶさシュート行きゃいいんで。 OK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 。 狙い通りっす。慈悲です。慈悲のボレーシュート。慈悲の力ってのミスタランとチャップマン。 OK。 ここの山さえ越えりゃ慈悲ボレーシュート入りますよ。慈悲、ほら余裕。いや余裕すぎてやばいで、こんななってくると。もう一点ぐらいに行ったり決めれそうだな。めっちゃ上手くなっとるわ。後ろがザルなんで、正直途中でボールが取れるってのはでかいっすね。で、ミハイル君に回ったらもうボール取れないから、そのままシュートまで持っていかれますからね。ローズバスター。来た。シューマッハ。ピエールと一緒ですけどね、フォルムは。ニッタ君。おどきなつさい。ローズダンサー、ローズダンサーか。おや、パラガバーいます。よく意味がわかんないですね。でも一番かっこいいステップな気がしますよ。頭脳的なドリブルより、こっちの方がオシャレよね。どう考えても。どう考えても。ローズバスター!これが、バヤスさんが止めれるかしらいっすね。どうだろう。山越えてこないんかい。バヤスさん無理か。しょうがない。ってことはやっぱり、ミハイルにボール持たれたら、1点決められるっていう感じですね。OK です。まあまだ。マウルシオもよ。岸さんもいるから。で、ニッタのボレーでもいけるし、まだそんな慌てるような時間ではないですよね。あかんことなってる。とりあえずここですね。リベリーのパスしてオスカーショーで、そうっすね。もう見てくださいこれ、こんなことがあっていいのかと。ここに敵が多分一番いるんですよね。岸さんがいるのか。じゃあ、ニッタやね。岸さんにマークがついてるから、ニッタに行きます。76か。まあ、打っていいでしょう。76なら。大丈夫だと思うんです。ですよね。OK。ニッタで決めれるのはでかいよ。ニッタ君が2点ですね。で、岸さん、頼みだったんですけど、新田くんもいけるっすね。で、ザキシクの山猿バスター打ってもいいし、ジョーダーはマイケルだけにしてくれないと。ただ、新田のちょっとスタミナが、きついっすね。新田はやっぱ動かさない方がいいっすね、じゃあ。これ、岸さん取ったかもよ。おい、圧勝しちゃうかも。このままいっちゃう?ザキーシ君にバックパスして、ヤマダルバスターを打たすか。それがいいと思うんで。で、ここで、ペナルティーエリアに入ってから、コソレバスター。いくぞ!
山を越えずに直接キーパーだった。キーパーがザルしそうなんで、無理でしょ。マジかよ。ヒンギスこれ。どこまで飛ばす？マルチなヒンギスこれ。うわー、最悪だ。シューマッハ。無理よね。一応行きますけど、おどきなさい。シャーン。全然、向かってる、タックルしてる場所が違うからね。もうちょっと斜め上に足突き上げんと。全然違うから。いや、いいんすけど。ローズバスターがこのまま。止めれないよね、林さんじゃ。林さん無理っすよね。林さん、やっぱダメか。止めれないんだね、林さんで。やっぱそうか。なんだかんだ言っていろいろ弾いたりもしてきてるからあるかなと思ってたんですけど、圧倒的な差があるということですね、林さんと。待ってね、ここで一回チャンジを入れて、チャンジ浮き資産やね。チャンジウに渡して、で岸さんに渡して。いや、でも今のポストはでかかったっすね。めちゃめちゃでかいポストが。岸さん OK。 キャラハンくん、バイ。これ見ろ。これでいけるっしょ。あとカバーリングよね。さっきカバーリングに入ってきたんで、カバーリングに入ってくれな。あー、またかよ。めっちゃ入るやん。コーナーか。ただ得意のコソレバスターよね。でもあれがないんですよね。時間がないんで、ただマウリシオでドリブルで突っかけるっていう作戦を取ってみるか。一応このこれはもうずっと使えますから、これでここに出してスルーでキーパーのずらすっていうのは30コーナーで、これスルーしてしたらマウリシオがいるからキーパーの体勢も崩せるという。すごくない？でキャッチですよ。シュート打ってもいいような気はするけど、あ、まあですよね。コーナーやったらある意味チャンスよ、本当に。なったらあれでもう一回戻してもいいぐらいですからね。そういう意味で言ったら。マウリシオくんでちょっと行きたいぐらいですよね。ニッタでも入れたいですね。でも岸さんがカバーリングに入られてゴール決めれてないんすよね。じゃあみんな上がれて、また右側を占拠します。ちょっと無理した。あー、ザキ石かな。もしかしたらバークがつくかもしれないです。これはちょっとあんまりいいパスじゃですよね、チャップマン。無理ー無理ー無理ー。これを拾うしかないっすよね。わあ、危ねえ。セルド君カット、あ、セルド君カットはいいんだけど、どこに出すよ。ここ大丈夫だよね、多分大丈夫です。でマウリシオでこのまま右サイドから突っ込むか。元気いっぱいだから、元気いっぱいマウリシオくん。オードリー・ヘップバーン、オードリー。マジかよ。スキルステップ無理ですよね。見せてやるぜ。何がスキルステップなのか全くわからないですけど、あ、母ローズ上やめたってくれや。
やめたってくれよ、ミハイル君と一緒なんですね。やめたってくれよ、今の。あんな格好悪いのないぞ。あ、来た、シューマッハ。今4-1ですよね。これ決められたら4-2か。止めたいっすけど、止めれないんだよな。おどきらっす。これはもう、ファールしかないっすよね。まぐれもないで、これ。向かってる足が違うもん。さっきから言ってますけど。ほら、向かうべき棒、ところにタックルないから。あ、でも今の惜しかったっすね。シャン。テスタ君、シャン。くー。いやーもうこのまま無残に決められるしかないということですか。ローズバターね。でまあ悩んでもしゃあないからバヤさんが止めてくれるかどうか次第よね。無理っすよね。ですよね。絶対無理だね。3回して3、1回も取れなかったんで、もうポストかカバーしか期待値はないってことですね。オッケーです。あ、30分か。1点入れたいっすね、さすがに。マイボールだったんでね。やっぱまず岸さんに、いかにして岸さんにボールを集めるかゲーですね。突っ込んでいって。ちょ、大丈夫です。あー、ストイコビッチ、危ねえ。ちゃんてす。やべえな、岸さん封じされてますよね。いや、でも今、岸さん、こう大丈夫か。あ、ザキシ。まあまあまあいいです。まあ、どっちでもいいですよ。74か。やっぱ突っ込めますか。まあ微妙よ、決まるかどうかは正直。おっしゃ、オッケー、これで 5-2 か。この1点はでかいっすね。岸さんがあんまり活躍できてないっていう。岸さんがゴール決めてない。カバーリング入られてるからだ、ですからね。やべえ、出た出た出た。ディアススタイルやわ。ずるいやつ。ずるいやつやん、それ。最初でこのミハイルに入られたらもう、そのままシュートまで持っていかれて無理っすよね。どういうかわし方してるよ。どういうかわし方してるよ、これ。ぶつかるでしょ。これ、ほんと。ファントムドリブルですよね、シュートの。よ、避け方としては。じゃあ、ブロックで、体からいけますか。体でぶつかっていった方が、かわせないじゃん、ほら、これは。いやいや、だからファントムドリブル、これ。完全にファントムドリブルです。もうぶつかる、ほら。お、はたはた。だから、これを狙ってたんですけどね、言うて。言うて、これ狙ってましたよ。ああ、シュート狙ってくんのか。あ、ジョーダンくんね。マイケルね。ジョーダンはマイケルだけにしてくれってことですね。キャッチしますか。どっちにしても、これ決められても、ミハイルくんのローズバスターと一緒だから。結局。来た。もう、手前に、ここはオッケーか。リベリーの国パスして、なんということでしょう。取られた。あ、まだこれなら OK。キープされてないから。シューマッハ。これが一番ダメなんですよね。これじゃダメなのよ。くそー。展開が悪い。めちゃくちゃ至近距離やし、ただでさえ止めれないのね。これ厳しすぎますよね。おお、来た！
4回目で止めてくれた。こうなってくれると助かるで。オッケー、ナイスバウリシオ。これは運ぶわ。で、それ新田でもいいですけど、うまくちょっと岸さんに渡したいんで、よしよしよし、もうこれ岸さんに渡します。これで決めたら4点差っすよね。このマウリシオがセリアに勝ったのはめちゃくちゃでかい。パイセンパスです。パイセンにパス。チャップマンきついけど、まいっ、ダメ、きついけど、きついけど、おっしゃ。いやー、今のこの、いやー、ほんとマウリシオのためにも決めます。パイセンが後輩の努力をね、後輩のガッツを無駄にできないですから。オッケー、これでカバーリングやったら3回目だけど、キッシュさん。オッケー、さすがにね、もうこれ決まりっすね。6-2。これでほぼ決まりっすね。林さんが一回止めてくれたとか、あと途中でマウリシオが抜いたとかいろいろあるんで、ちょっとチーム力が上がってる気はして。うーわ、これもう褒めたらこれやわ。褒めたらこれですよ。ザケイチ君、山猿タックルいってますか。でこれでファール狙いでいくんで、カタカぶっ込んでいくんで、これファントムドリブル。おや、メキシコのクラゲ頭だけじゃ襲って、ねねねね、メキシコのクラゲ頭になる。ミハルク華麗なロードダンサー、イサクタックル。おっと、どういうことよ。私が山猿ごとき、どういうイベント俺って負けないやるか、どういうこと、どういうイベント、これどういうイベントなの、これどういうイベントなの、これはどういうイベントだ、よくわかんないですけど。ニタクロファルコンクロー、わからないイベントが起きましたけど、これニタクロファルコンクローって技を覚えたっていうことでいいんですか。よく意味がわかんない、な、謎が起きたんですけど今。ニタくんの技が1個増えたってことでいいんですよね、ということは。あー無理かな。ああだよね、冗談冗談はマイケルだけにしてくれないと。わあ、しつこいなこれ、ねちっこくいくね。ローズバスターね、バヤサさっき止めたっちゃ止めたっすけどね。まあ無理よね、届かないよね。山をもう一個越えるか、オスカー賞、これ届かない、知ってます。あとはバヤスさん次第ですね。バヤスさん、あ、ダメか。お、助かるわ。あ、一緒や。ってことは、ニッタクのファルコンクロー、ザキシ君、ザキシ君もないからね、あんまり。まあいつ、あと2分でしょ、キープして終わってもいいけどね、正直。正直このキープでもういいような気は。あっ、しくっとバカした、ちょっとちょっちょ、ああよかった、弱いやつだ。さあ、何してるよ。こうなってくるとあかんぞ、最悪っすわ。なんであれで弾かれるよ、後ろ誰もいないから、バヤスさんしかいないです。ものすごいオフサイドトラップなんですけどね、冗談マイケルだけにしろ。オッケー、まあ圧勝でしたね。ファルコンクロー覚えたってことぐらいいいことは。予選を通過した、あれ予選1位だったんじゃないですか。いよいよ今日から決勝トーナメントが行われます。そうなんだ。
サンパウロ、アルヘンチノス、ミランなどのチームが激戦を勝ち抜いてきました。メキシコシティチームは惜しくも予選落ちです。あ、ヒューガノとかダメだったのね、結局。あんなにさせられて。いきなりミランかい。マジかよ。いきなりミランすか。ちょっとこれきついかもしれないですね。はい、ということで次はミラン戦ですね。次も頑張っていきたいと思うので、次の動画でお会いしましょう。それでは失礼します。バイバイ。